夢ラジオ第2129回、今日は令和2年4月22日水曜日ですね。時刻は午後4時です。横浜港北、今日は曇りで、私は朝からずっと寝てて、ただ午後の早い時間にオンラインの授業がありました。静岡の男子が英語を習いに来ましたね。その仕事があってまた寝て、で今午後4時、夢ラジオの放送をやんなきゃということで今です。昨日からなんだかずっと寝ていて、ただしオンラインのお仕事は、時間が来たら来ますから、それはこなしながら、あとは全部寝てたという、そんなちょっとだらけた時間の使い方でしたね。さて、放送いたしましょう。夢ラジオ2129回目です。水曜の午後。今回はライブドア事件取り上げます。ライブドア事件ですね。2006年の1月と2月ですから、今からもう14年前のお話で、この時に堀江さんが、捕まったと。ですから当然このライブドア事件と呼ばれるものはその以前のお話ですよね。その以前に、何かしらその事件があって、そしてそれが事件化されて、検察によって事件化されて、で2006年の1月および2月に堀江さんが2回逮捕された。その2回目の逮捕で、なんかもう犯罪者みたいになって、でその後裁判があり、そして東京拘置所に収監され、そして長野の刑務所に送られ、で2年ほど堀江さん刑務所暮らししたのかな、どれぐらいでしたっけ。でその刑務所からも出て、で個人財産もすっからかんになり、けれど今なんか活躍してらっしゃいますね。堀江もんがもう刑務所から出てからも6年か7年経っていて、だからもう今ホリモンがかつてね、刑務所にいたとか、もしくはライブドア事件というのがあったとか、もう14年も前だからね、知らない人も多いかもしれません。あるいは当時を知っている人も、なんかホリエモンが悪いことしたんだよね、経済事件だよね、というだけで、どんな、事件だったのか、どんな悪いことだったのかは、なんか知らないまま。けれど沖縄で、那覇でね、カプセルホテルで野口さんというお方が亡くなられて、自死ということになっておりますが、それ以上の捜査は行われませんでした。ということがあったので、なんか薄々闇は感じながら、この事件にね。けれどなんか堀江さんが悪いことしたのかなで終わりになりますね。なってますね。で、そのライブドア事件が本当はどんな事件であり、何があったのかというのを今回お話しいたしましょう。しかもこの夢ラジオ、最近ね、ホリエモンの著書を取り上げること多く、そのホリエモンとやっぱ切っても切り離せない事件がライブドア事件ですから、お話しいたしましょう。堀江さんは1990年代に「オン・ザ・エッジ」っ
ていうインターネットの会社を立ち上げて、だから東大は卒業してませんね。学生における起業ですよ。そして、そのオンザエッジが、ライブドアというふうに社名変更し、で、2000年代になって、そのライブドアが、IT バブルですよね。それによって、その波に乗ってぐっと株価が上がった。で、この堀江さんの、経営手法というのは、やっぱ株式分割ですね。株式分割、つまり今1株のものを10株にすると、ね、今1株のものを10株にすると、その出回っている株式の数は10倍になりますね。ただし、それぞれの株の値段は、単純計算すると1000円の株価だったものが100円になっちゃう、こういうことですね。10分の1にするわけだから。そして市場に出回っている株が10倍になると。ただし、株式分割をするということは、それだけその株を持てる人の数が多くなって、で、あと値段も10分の1、例えばですよ、何分の1かは会社が恣意的に決められるんですよ。けれど、10分の1と分かりやすくしたとして、そうすると今まで30万円出さなきゃ買えなかった株が3万円で買えるとなると、投資家の裾野も広がりますよ。というわけで、実は株式分割というのは上手にやればですね、その株に対する人気が上がって、1000円の株をですね、10分の1に割ったとして、じゃあ新しい株がですね、100円になったりしないんですよ。150円、200円とか、こういう感じの値段がつくようになります。そうすると、もし新しい株がですよ、200円になった場合、それを全部掛け合わせたら、元々の時価総額というのが倍になることになりますよね。わかりやすくお話ししておりますが、基本的にこのスキームでもって、このライブドアというのは IT の波にも乗り、そして会社の時価総額を上げるというのを非常に一番の目標にしていた。だから堀江はね、2000年代の初め頃はもうことあるごとに時価総額と言ってました。それは彼の著書、あの頃私も読んでましたが、の中でも、会社は時価総額は全てだみたいな、そんな言い方も確かなさってましたね。株式の分割はものすごく分かりやすい一つの例ですが、あるいは会社の買収ですよね。結局ライブドアという会社もオンザエッジがライブドアを買収して、そしてライブドアになったと。で、そのライブドアは他の小さい会社をですね、これはと思う会社に、目をつけて、どんどん取り込んでいき、そして自分の会社を大きくしていった。要するに、株式の発行および M&A で、当時の IT バブルの波にも乗った。そして IT バブルが弾けたといっても、ライブドアも影響を受けましたが、やはりインターネット社会がですね、否定できないもう流れでしたから、やはりその後、IT バブル崩壊後も、ライブドアの株というのは、やっぱ人気があったんですよ。そして、このライブドアがですね、ある熊沢という会社を買収しようとしたんですね。この会社はもう今はないだろうし、何の会社かはもう、よくわかんないんですけど、その熊沢という会社を8億円で買収しようとしたと。ライブドアにとって何かしら魅力があったんでしょう。ただし、8億円でそのままライブドア現金ボンと出せばですね、そのまま会社がこちらに来て、で、何もなかったんですけど、この時、ライブドアとしてはもう、急拡大する会社というのは、ね、ブイブイ言わせてるようでいて、資金繰りがもう難しいんですよ。ということから、
現金で渡すんじゃなくて、ライブドアの株を新しく発行して、新株発行で8億円分用意して、その新株発行の8億円を熊澤という会社に渡すことによって、で熊澤という会社を買収しようと、こういうふうになったんですよ。ところが、まあ株というのはですね、上がり下がりがありますよね。ですから、その熊澤としては、その下がるかもしれない、あるいはなんかよくわかんないライブドアの株を持っていたくない、やっぱり現金が欲しいというふうに言ってきたわけなんです。で、ライブドアとしては、まああまり現金を、ね、出せなくないけど持ち出したくないと、運転資金を他に使いたい、まあ、だから株で最初渡そうとしてて、けど向こうが株が嫌だと言ってきたから、まあ、どうしようということで、新しいファンドを作ってですね、子会社に新しいファンドを作らせて、で、その新しいファンドに、8億円分の株を渡して、そしてその新しいファンドが資金調達をし、そしてそのファンドが集めた8億円の、資金を熊澤さんに渡したと、熊澤という会社にね。そうすると、会社の方では、これで、はい、現金8億円がもらいましたから、大丈夫と。そして、その新しく作ったファンドにはですね、8億円の資金、これは借金となりますよね。借金というか、出資してもらったんですよね。そうそうそう。出資してもらって、で、8億円の、お金を集めて、そのお金を、現金を、熊沢に渡して、で、手元にはライブドアの8億円の株が残ったと、こういう形なんですよ。で、このファンドを運営していた人が、さっきの那覇で亡くなられた野口さんって方なんですね。このファンド作って、ここでその8億円の処理を行おうと言ってきたのは野口さん。この人は元ライブドアの社員で、まだ辞めてから1年も経ってはおらず、まあ、ですから、なんて言うんでしょう、ちょっとインサイダー取引になるならないの、懸念があったので、ですから、このファンドの、議決権というのはライブドアではない、HS 証券ですね。HS 証券が議決権を持つような、そんなファンドの形にしたようです。その辺はちゃんとライブドアコンプライアンス守ってる。そして、この株がですね、で、熊澤はこんな株じゃ嫌だと、現金でくれと、株なら下がりそうだと思ってたんですけど、この株がなんとその後、3倍ぐらいの価格になったんですね、ライブドアの株が。ということは、3倍、いや、もっとか。もっとですね、4倍、5倍ぐらいになったのか、株価が。だからすごい動きしてたんだ、ライブドアは。だから下がる可能性もあったので、だから熊澤は嫌ったんでしょうね。だけど5倍にもなったので、ということは単純計算、まあ5倍にしましょうか。で、8億円が8後40億円になった。ボロ儲けですよね。そうすると、この40億円になった段階で、このファンドにあったライブドアの株をマーケットで売った。すると、現金40億円がバーンと入りますね。そして、その40億円がバーンと入って、そして、その40億円から元々の8億円の出資で、ちょっと利子がついてたでしょうね。その利子もくっつけて出資者に返して、そして残りの37億円と言われます。だから、さっき40億円と分かりやすく言ってましたが、40何億円まで株価はいったとなりますね。だから37億円の利益がこのファンドで出たんですよ。それはライブドアの株が上がったから。そして、この37億円をライブドアは、その年の決算書において、売上に、っていうか経常利益ですね、経常利益に入れたんですよ。これは利益であると。ライブドアの株を売ったからと。そして、ライブドアは、株価が上がったので利益が出ましたと。
で、この時、この37億円プラス、まあ、いくつか他のお金もあって、まあ、本業ではマイナス、40何億円の赤字が出てたはずなのに、この年、マイナス50億円か、マイナス50億円ほどの赤字が経常で出てたのに、それがこの、37億円プラスいろいろあって、で、53億円のプラスがそこに入ったので、この年のライブドアの経常利益は結局3億円プラス、黒字3億円で着地したと。でね、ライブドアのその事件と言われて堀江さんが逮捕されたのはここなんですよ。他のところ、風雪のルフとか偽計というのはあまりどうでもいい話で、その他53億円のその他の部分もまああんまり関係ない。この37億円が堀江さんは罪を問われたんですね。すなわち、これはライブドアという自社株が値上がりしたわけでしょ。言えば、もちろん外にファンドっていう形で出して、そこでの利益が上がったから、ライブドアの中で、株をどうこうしたわけじゃないんですよ。一回外に出してファンドという形にしてる。とはいえ、そのファンドというのはライブドアの息のかかったファンドだったわけです。野口さんがやってたわけですよ。であるがゆえに、これは自社株なわけですから、よその株を取引して、ね、よその株を取引して、そして利益が上がったっていうのではなくて、自社株の利益なわけですから、これは売り上げ、あるいは経常利益に入れるべきお金ではなくて、そうではなく、バランスシートのね、資産の方、つまり増資、わかりますか？増資した形で、決算書に書かなきゃいけない。PL に書いちゃダメだと。BS に書きなさい。という、そういう、検察に言われちゃったわけなんですよ。そして今のお話のこの取引が、ね、ホリエモンが思ってたような、PL に書くべき、損益計算書に書くべき、売上なのか。それとも検察が言うようにバランスシート BS に書くべき資産増資なのかというのは、実は当時曖昧だったんですよね。ですから、まあ、ふっと考えられるのは、すいませんと、ちょっと曖昧な部分だったので、間違えてしまいましたと、じゃあ、訂正いたしますというふうに言えばよかったんですよ。そして訂正、決算書っていうのは訂正ができますから、人がやることなので いつも完璧なわけはないでしょ。だから訂正で済むはずのものだったのが、これは犯罪であると。そして検察はですね、この時堀江さんに、実はファンドというのも全く架空のもので、ね、ファンドというのも架空のもので、その架空のものをでっち上げて、そして経常利益を黒字に見せかけようとするために今回のことをやったんだと。だからこれは粉飾決算だ。そうなんですよ。ライブドア事件はインサイダー取引ではありません。ライブドア事件は脱税の話でもありません。そうではなく、ライブドア事件は粉飾決算ということで問われた事件なのです。そしてもうお分かりのように、これを一体粉飾と呼べるかどうかは微妙なんですよ。しかも粉飾決算というのは、通常何にもない、ね、取引をあったかのように見せかけて、何にもない取引をあったかのように見せかけて決算するというのが粉飾決算。90年代の山一とか、あと日財銀でしたか、あの辺のなんか何千億円という、そういう山一なんか7000億円超えてました。そういう粉飾決算があった。でも7000億円、あるいは日財銀でも1000億円の粉飾決算と言われても、日財銀は1500億円か、山一はいくらで、7250億円ってすごい額だったんですよ。
今回話しているライブドアの50億円とか37億円の話は全然違うわけですね。それでも執行猶予ついてるわけです、当時の経営者にはね。ところがホリエモンには、まあ、50億円で、しかもさっき言ったような粉飾決算で、これキャッシュはちゃんと入ってるわけですよ。だってマーケットを通じて売ったんだから、ライブドアの株を。だから何もない粉飾決算ではない。ただそれをどうカテゴリーに入れるかっていうお話だったわけだ。そしてライブドア的にはこれは売上ですというふうに計上したかったけれど、まあ検察から、いやそれはね、資産の側に入れるべきものだったと。それで担当者だった、ファンド作ってた担当者だったか、担当者だった野口さんがまるで口封じみたいに沖縄でやられ、そしてライブドアの経理担当だった宮内さんという人も、もうコロンと警察の方に寝返って、だからホリエモンがあの時「あなた方司法取引したんですか宮内と」とかって言ってましたね。あれはそういうことなんですよ。ほんで、ホリエモンが悪者になった。しかも執行猶予もつかなかった。だからホリエモン頭それそれになって、ね、刑務所の囚人になって、なんかいろいろ刑務所の作業やったわけですよ。袋作ったり紐作ったり、長野でね。ライブドア実験、検察のもう結論ありきの捜査が見え隠れしませんか。そしてホリエモンからしたら、なんでこれで罪に問われるんやと。まあ100歩譲ってこれが罪だというなら、それは監査法人の罪であろうと。どうですか、監査法人、監査入れてんだから、当然ライブドアも当時。しかも訂正すりゃいいだけのものなのに、なんでこれが罪として自分が裁かれるべきなのか。そして自分以外のものはちゃんと自白して、しかも割と検察に有利な。そして一人のお方は亡くなられ、ホリエモン言ってましたけど、この野口さんが生きてくれていたらね、野口さんがちゃんと証言してくれたら、このライブドアがいかに法律を遵守していて、そしていかにファンドを実体として機能させて、しかもインサイダー取引にもならないように頑張ってたかっていうのを証言してほしかったのに、というそういうことですよ。当時の堀江貴文をめぐる情勢は、単なる経営者をめぐる情勢ではなかったと思われますね。何か国家的な意思が動いたと言わざるを得ません。ですからホリエモンの感情に関わりなく、ですからホリエモン自身もものすごいやっぱり、プレッシャーがかかる。だって社会全体から悪者扱いされた、ものすごい報道でしたよ。だから当時ホリエモンって何したか分かんないんだけど、悪者と金の亡者と。で、脱税したんだ、インサイダー取引したんだという、なんかね、とんちんかんな、しかも沖縄で人が死んだな、ホリエモンがやらせてたんだみたいな、って逆じゃねえかという。だからそれ以前にフジテレビをね、自分のものに置こうとした、失敗しました。その前は、近鉄バファローズを自分のものにしようとした。これも、失敗しました。で、今、楽天になってますね。ライブドアはダメだけど、楽天はいいんだそうですね。そして、実はこの後、ライブドア事件がなかったら、堀江さんはソニーの買収も考えてたようです。ですよね。ここまで考えてくると、当時の何らかの国家意識が働いた、この彼にね、なんか死ねえみたいな感じで。だから堀江さんももうね、だけどまあそれをなんとか乗り切って、今になった。だからもちろんね、羨ましい気持ち男ならあるよね。あるいは妬ましい気持ちあるよね。なんだ活躍しやがってと。なんだ金儲けしやがってと、今もね。で、この時釈放されてもライブドアに損害を、
かけたということで、堀江さん、個人資産208億円のほとんど全てをその損害賠償に当てて、だからすっからかになったんですよ、すってんてんというか。だからその時からも本を書いたり、イベントを起こしたりで、お金回してるわけですよね。だからまあすごくって、だからまあね、さっき言ったように羨ましいとか妬ましいとかあるけど、やっぱその生き様としてはね、この人は見習うべきところいっぱいあるお方です。で、この夢ラジオでもよく言ってるように、ホリエモンの意見はね、やっぱあの人だからできる、あの人だから言えるっていうことで、これ割り引いて聞かなきゃいけない、真に受けたらひどい目に遭う、いっぱいありますが、耐えた、戦った、そしてなんとか今勝ってる。そして私たちも結局、組織に属さない以上はね、個人で戦わなきゃいけないでしょ。苦しいんだ、やっぱり。いろんな思い通りにいかないことがいっぱいある。けれど、まあ、それを一つ一つ克服していかなきゃいけない。そして、まあ、やってたことが大きかった分、ホリエモンにかかった試練も大きかった。それを彼はやっぱり乗り越えた人だけが持つ視点で、今いろんな情報発信、そこには見るべきものあり、ライブドア事件、彼なりに蹴りつけた。夢ラジオ2129回、今回はライブドア事件取り上げました。水曜の午後です。ちょっと暗くなってきましたね、街が。